皆さんこんにちは、 B レジェンド小林です。今回は男性の皆様に特にご覧いただきたいテストステロン値を上げる食べ物食材について解説をしていきます。以前の動画でテストステロン値を高める生活習慣という動画をアップさせていただきまして、まあいろんな方にねご視聴いただきまして、コメントもたくさんいただきました。ということでその中でね、まあ、生活習慣をしっかり整えていただくのが大事ですよというお話させていただきました。炭水化物削りすぎちゃダメですよとか、脂質もしっかり取った方がいいですよとか、しっかりね睡眠時間取った方がいいですよとか、まあそういうね基礎的な生活習慣を整えるのが大事ですよと、そういうのがこうテストステロン値を高める正常値を保ち続けるのに必要ですよというお話をさせていただいたんですけども、じゃあその生活習慣の中で特に大きな食事でどういうふうにテストステロン値を高めることができるのかということを気になってらっしゃる方もいらっしゃるかなと思うので、今回はその食事についてですね、どういうものを食べたらテストステロン値が上がりやすいのかということについて解説をさせていただきます。結論から申し上げますとですね、実は食べただけでテストステロン値が上がるものっていうのはまあないと思っておいてください。まあいろんな研究がねもちろんされてまして、この食材を食べたらテストステロン値が上がったみたいな研究もあったりするんですけども、ある特定の行動をするとめちゃくちゃテストステロン値が上がるとか、ある特定のものを摂取したらテストステロン値がもうバーンと上がるみたいなものだったら、もうそれ薬とか治療になっちゃうんですよ。なので特定の食べ物食材を取ったからといってそれだけで目に見えて効果があるみたいな、そういうものっていうのはもう基本的に存在しないと思っておいてください。だからあんまりその特定の食材に期待をしすぎないっていうことが大事になってくるので、まあ、その注意喚起も兼ねてですね、食べただけでテストステロン値がめちゃくちゃ上がる食べ物はないですよっていうことをね最初にお話をさせていただきます。じゃあ何を食べても一緒なのかというと、そういうわけでは決してなくてですね、テストステロンを上げる生活習慣の中でお話ししたような、その食事面でのね炭水化物ちゃんと取りましょうねとか、脂質をちゃんと取りましょうねとか、そういうことをクリアするためにじゃあどういうものを食べるのがいいのかっていうことについてね、ちょっとずつ解説をしていければと。じゃあここからですね、具体的な食材の説明に入っていくんですけども、食材4つあります。1つ目は白米ですね。しっかりお米食べましょうよっていうことですね。じゃあその炭水化物どれから取ったらいいのかっていう話なんですよね。砂糖とかね、菓子パンとかアイスクリームとか甘いものとかお菓子とかね、そういうものから炭水化物を取るっていうのはあまり良くないです。そういうものを取ると生活習慣が乱れるのでテストステロン値は下がりやすいんですね。いわゆる筋トレ用語でいうところのクリーンな食べ物ですね。健康にいい種類の食べ物をしっかり食べて炭水化物を取りましょうっていうところなんですね。まあなのでその蕎麦とかね、うどんとかパスタとか食パンとかね、フランスパンとかそういうもの何でもいいんですけども、まあいろいろ炭水化物の食材がある中でやっぱり日本人にとって一番馴染みがあるものといったら白米じゃないですか。まあできれば白米からねしっかり炭水化物取っていただくのがいいんじゃないかなと思います。やっぱりその他の食材でいくとどうしてもねカロリーが増えがちなんですよね。まあやっぱり麺類だったらスープのカロリーもありますし、そこに入ってくる具材も、まあ、例えばね天ぷらうどんとかね、あんまり質の良くない脂質が取れてしまうような、そういうこう具材が入りやすかったりするんですよね。パンもやっぱりそのパンそれだけで食べれる方ってなかなかいらっしゃらないんで、まあ、ジャムつけたりバターつけたりマーガリンつけたりとか、そういうので余分なカロリーが増えてしまう、あんまり取りたくない脂肪とか、まあ、それこそ砂糖が入ったね糖質のものとかね、そういうものもこう増えがちになってしまうというところで、白米を中心に考えていただいた方がよりこう食事を健康的なものにしやすいので、そういう意味でも私は白米を特に炭水化物源としておすすめさせていただいてます。でこれも炭水化物量を落としすぎるとテストステロン値が下がりますっていうのは確かなんですけど、調子に乗って炭水化物を摂りすぎるとそれも太ってしまってテストステロン値が下がる原因になるので気をつけてください。そして2つ目卵ですね。最近めちゃくちゃ値上がりしててちょっと買うのが億劫になっている方もいらっしゃると思うんですけども、この卵もですね非常に優秀な食材です。タンパク質と脂質もしっかり取らないといけないと。で卵はこのタンパク質も脂質も良質なね栄養がしっかり含まれている、それでいて日持ちしやすいということと調理が簡単でどこでも手に入る
安価である、もう今はだいぶ高くなっちゃいましたけど、それでもまだまだね割と手軽に手に取れる価格ですから、そういう意味ではすごい卵って優秀な食材なんですよね。脂肪の中でも動物性の脂肪が特にそのテストステロン値を上げてくれるのにおすすめなんですけども、この卵っていうのは黄身に、ね、動物性の脂肪が、まあ、1個あたり 5g から 6g ぐらいですね含まれていますし、で黄身にはそれ以外にもね、まあ、ビタミンがね含まれてたりして、タンパク質脂質以外にも必須栄養素がしっかり含まれているということでね、特におすすめな食材になってますので、ね、朝時間がない時でも卵かけご飯をねしっかり食べてねからお仕事に行かれるとかね、そういう生活習慣を身につけていただけるといいんじゃないかなと。そして3つ目、牛の赤身肉ですね。まあこれも卵と同じ理由です。タンパク質がしっかり取れるっていうことと、良質の動物性の脂質が取れるっていうところにあります。他のね豚肉とか鶏肉が悪いというわけでは全然ないです。他のお肉もものすごいいいんですけども、いろんなお肉がある中で強いてあげるんであれば、牛の赤身肉っていうのが、まあ、そのテストステロン値を高めるには良質のタンパク質と脂質を取るのに特におすすめかなと思います。ただまあ私、牛の赤身肉と言いましたけども、サシが入ってるようなあんまりにも脂の多い脂身の多いお肉っていうのは脂質の取りすぎになってテストステロン値を低下させる原因になってしまうので、お肉の種類っていうのは気をつけていただいた方がいいんじゃないかなと思います。赤い部分の多いロースとかね、もも肉とかヒレ肉とか、そういったものにしていただくといいんじゃないかなと思います。そして最後4つ目、水ですね。食材じゃないじゃんってこうツッコミが来そうなんですけども、やっぱり水分が不足すると体の機能っていうのは乱れがちになってきます。水がなくなったら人間3日で死ぬなんて言ったりしますけども、それだけこう人間の体の機能を正常に保つためにものすごい重要な役割を果たしてくれるのが水なので、まあたかがね水分と思わずにしっかりと水分補給をしていただくっていうのがおすすめです。特にね暖かくなってきて結構汗をかいたりする機会も多くなってくるので、しっかりとね脱水にならないように水分はこまめに補給していただくのもおすすめします。ここまでねおすすめの食材っていうのを紹介させていただいたんですけども、まあおすすめの食材があれば逆にあまりおすすめできない食べ物もあったりして、まずはお砂糖ですね。こういうね精製したお砂糖が含まれているような食べ物、まあお菓子とかね、菓子パンとかアイスクリームとかね、そういったものっていうのはあんまり良くない。やっぱりカロリーの取りすぎに簡単になってしまうので、そういったものはあまりね使わないようにしていただくといいんじゃないかなと思います。そして次がですね、揚げ物に代表されるような質の悪い油になります。まあ揚げ物っていうのは油を熱してその中にね食材を入れて作るものなので、油が高温になってるわけですよね。で高温に油を熱すると酸化しやすいんですよ。で酸化するとやっぱり油の質っていうのはどん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 下がっていってしまうものなので、揚げ物自体がやっぱり脂質が多くなってしまうのでカロリーの取りすぎになりやすいというのに加えて、やっぱり酸化した油、質の低下した油による弊害っていうのも起きやすくなってくるので、なるべくこういった質の悪い油っていうのは避けていただいた方がいいと思います。今回はですねテストステロン値を高めるおすすめ食材4つ、そして避けた方がいい食材を2つ紹介させていただきました。まあ、これを参考にしていただいてですね、ぜひ食習慣を整えていただいて健康な生活を送っていただければと思います。この動画が良かった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 B レジェンドでは公式 LINE でお得な情報を毎日配信しております。概要欄のリンクをタップクリックしていただいてチェックよろしくお願いします。概要欄に新商品の情報も記載しておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。